4U0142 プラス61はカシオペア座の方角に地球から約12000光年離れた位置にあるマグネターである。1970年代にウフルーによる X 宣言装点観測で発見された。ウフルーの第4次カタログで初めて確認されたので、その頭文字と検出位置の設計、席位を合わせて 4U0142 プラス61と命名された。 1994年、アスカによる観測で、約8.7秒周期の振動が発見され、X 線パルサーであることが分かり、その後の観測で得意 X 線パルサーと考えられるようになった。2000年には、結句望遠鏡による観測で、4U0142 プラス61に該当する可視光源も発見された。 可視光及び電波でも X 線と同じ約8.7秒周期の振動が検出されているが、赤外線では振動は検出されていない。可視光での検出時に中性子星で予想されるよりも赤外線で明るいことが分かっており、青州人の円盤が存在する可能性が示唆された。スピッツァー宇宙望遠鏡で観測されたゴミの円盤の存在を示す赤外線データ。 出展、NASA JPL カルテック、Z1 2006年、その赤外宣言の正体が、パルザーの周りにある円盤であることが確かめられたと発表された。ただし、可視光で暗すぎることから、X 線パルサーで典型的な中性子星に物質が膠着する際に解放される重力エネルギーが強い X 線源となる、膠着円盤であることは否定され、膠着を伴わない。 残骸円盤と考えられている。であるならば、中性子星の周りにパルサー惑星が存在することは珍しくないことを示している可能性がある。円盤はパルサーの周囲200万キロメートルから680万キロメートルほどに広がり、地球質量の10倍程度の物質で構成されていると考えられる。中性子星の周囲に形成される円盤は一般的に 超新星爆発によって放出された物質が前戻ったものと考えられるが、4U0142 プラス61の周囲には、超新星残骸の痕跡が一切見つかっておらず、他の星員を考える、天文学者もいるスザクによる観測で、X 線の振動周期が8.7秒からおよそ15時間周期で0.7秒ほど揺らいでいることが発見され、中心の中性死亡が休憩から、 わずかにずれた形状をしていることによる自由再作運動が起きているものと考えられる。ありがとうございます。